10月15日4時17分尾崎京子10月10日に死亡を確認。昨日19時18分わずかだが脳波計が反応を示した。5時24分死斑が消え肌が透明感を取り戻す。6時32分瞳孔反射が現れた。これが式か。17時6分血液を採取する。針の穴が塞がるのも早い。19時9分京子が目を覚ました。麻酔は効かない。チオペンタール、ケタミン、モルヒネも効果がない。どうして？試しに農薬を注射してみる。鈴の音、澄んだ金属音は仏壇から拝借した本尊にも脳が変容してある種の図形や音に。呪術は有効だ。問題はどうやって式を停止に至らしめる。あと一つない。前中部を切開、中性肥静脈を露出して切断する。どこかで血管を遮断されたように出血しなく切開層も塞がった。最初に蘇生したのは脳だった。脳を破壊すれば無駄か。起こるは血液の遮断、頭部の切断か、大静脈が集中する箇所の破壊。精神、俺の部屋の窓が開いてるから手術室だ。